いつもにもしもをミニプラス、防災ミニプラス。この番組はヒットネット TV、 飛騨高山ケーブルネットワーク株式会社の提供でお送りします。皆さんこんにちは、防災ミニプラスのお時間です。お届けするのは私杉山修斗、防災士五十嵐ひろ子です。よろしくお願いします。今月は質問返答会と題しまして、防災ミニプラスへの各 SNS に寄せられた声に防災士五十嵐ひろ子さんと一緒にお返事をしていく会ということなんですけれども、その前に質問以外に素敵なコメントも届いてますので、そちらをいくつか紹介したいと思います。まず一つ目、初めて、知りました、今日から備えていきますっていう、その動画とかこの放送を聞いて防災っていうことに触れてコメントいただいた方見えますし、他にも考えるきっかけになりました、経験談として他にも丸々も必要だと思います、あとは一緒に備えるのを手伝ってほしいなどのたくさんのポジティブなコメントをもう山のように送っていただき本当にありがとうございます。それでは、時間の許す限り五十嵐さんに質問をぶつけたいと思いますけれども、今日から聞かれる方もいると思うので、これまでの放送で触れたことも気にせず答えてもらっていただきたいと。五十嵐さん準備いいでしょうか？はい、大丈夫です、お願いします。はい、まず一つ目、猫に関する質問なんですけれども、猫エイズを持っている猫を避難所に連れて行けますかという質問です。どうでしょうか？はい、もちろん大丈夫です。ただ猫エイズって猫同士が移し合ってしまう病気でもあるので、隔離ができる環境になるのかっていうのを事前に避難しようと思っている避難所に確認することを忘れずにしててほしいなと思います。はい、ちなみに猫エイズ以外にも、うん、この病気のキャリアってあるんですか？猫白血病とかパルボとかいろんな種類はあるので、はい、なるべく避難所では個別のケージに入れて隔離し合うっていうことをしていく用意を避難所側もしていかなきゃいけないなって、ぜひ備えてほしいです。わかりました。次は犬に関する質問が4つほど、まずは老犬の犬を避難所に抱っこしていってもいいですか？はい、もちろんそれも大丈夫です。ただ抱っこして連れてくってなると多分そこで人の手が埋まってしまうので、お世話グッズとかも多いだろうし、はい、それをどうやって持っていこうかとか、どのタイミングで連れていこうかっていうのをぜひ家族と一緒に話し合っててほしいなと思います。わかりました。基本的にはクレートケージに入れて一緒に避難する。そうですね、でも多分抱っこして連れていくってことはもう動けない、自分でなかなか歩けない状態の老犬のことを言ってるのかなと思うので、もちろん元気いっぱい歩くワンちゃんはリードだけじゃなくってちゃんとクレートとかも持っていかないとピョンって出ていっちゃうので、はい、そこはちょっと違うのかなと思って今聞いてました。はい、次の質問、犬が吠えるので避難所に連れていけないのですがどうしたらいいでしょうか？しつけですね、はいはい、しつけがもし自分たちですることが難しければ、そういう専門にドッグトレーナーとかやってみえる方もいるので、そこに相談してもらって無駄吠えをしない、多分ね普段の生活でもクオリティが上がると思うので、ぜひしつけ教室通ってみてください。はい、今やと YouTube とかでも結構しつけの動画あったり、 TikTok とかでもあったりすると思うんで、それをまず見てみるのもいいかもしれないです。そうですね、で自分のワンちゃんとか自分の性格に合ったようなそのしつけのやり方っていうのをぜひ実践してみてほしいなと思います。はい、続いて、避難所に大型犬は連れて行ってもいいんですか？もちろん大丈夫です。ただ大型犬だとクレートとかもでっかくなると思うので、まあ、しっかりと逃げないようにリードを持ってもらって、ケージとかも、まあ、事前にこういう大きい子連れてくんだけどどうしたらいいみたいなのを避難所に相談しててほしいなと思うのと、ただやっぱり苦手な方も多いと思うんです。やっぱり大きいっていうだけでも、はい、犬も苦手だけどこんなに大きかったらさらにみたいな、だからそういう方への配慮っていうのもぜひしていてほしいなと思います。はい、続いて犬に関する質問最後です。犬を多頭飼いしています、避難ってどうしたらいいですか？
そうですね、これは本当にあのどれだけの数かっていうにもよるんですけど、はい、リードにつないで連れていける、ただ避難先でじゃあどこにこうクレートを置こうかとかケージを置こうかとか、これも、ね、やっぱ荷物が多くなるっていうことと、受け入れ先に本当に受け入れてもらえるのかっていうのを確認するのと、あとやっぱ避難するのに時間がかかると思うので、その地震とか突発的な災害じゃない限りはもう早めの避難、もうこの段階でこのものをこっちに持っていくっていうような早い段階の避難を計画しててほしいなと思います。これってまあ例えば5匹飼ってるとして、家族大人が2人いたら5匹いっぺんに一緒にみんなでさあ避難だってよりかは3匹2匹とか分けて、でお父さんお母さんやったらお父さんちょっとこう避難所におってとかっていう分け方もいいですもん。そうですね、なんで、まあ、事前に避難訓練をしておくっていうのもいいかもしれないですね、はいはい、このタイミングでこうやって逃げようみたいな、家族で話し合って実際に避難しようと思ってる場所に行くこともやってみてほしいな、具体的に、はい、具体的に一回やってみるってことですね。そうね、本当大事ですそれ、はい、うん、続いて人の防災に関する質問を4つほどちょっと時間の限りいきたいと思います、はい、まずは1つ目、家に防災グッズなど用意してあっても外出中に被災をしたらどうしたらいいですか。そうですね、家のまずハザードマップを確認しましょう。で、家の場所が安全だったら、まあ、家に物を置いていけばいつかは取りに戻れるっていうイメージで、もし家が危ない場所であったらそれこそ置き場所を考える、玄関先に置いとくとか、家の中まで入らずに取れる場所に避難バッグ、防災バッグを置いとくといいかなと思います。はい、分かりました。通勤通学中のカバンの中に入れておくと便利なものってありますか。そうですね、まあ、水分とかはもちろん入れてほしいなと思うのと、はい、飴とかガムとかを常に持ち歩く。で、私入れてて便利やったなと思うのはちっちゃいハサミ入れておくと、何か物資もらった時とかも開けれないっていう風にならないので、あったら便利です。それがハサミっていうことですね。次の、質問、防災リュックをスーツケースで代用できますか。あ、できなくはないんですけど、はい、できるだけ両手を開けてほしいのでリュックにして、はい、って言われてて、やっぱどういう道を通るかにもよるんですけど、デコボコ道になってるかもしれないしってなると、あとはね、避難所にそれを持ってって広げるっていう、結構スーツケースってガバッて開くじゃないですか、はい、なかなか場所が、まあ、今ねコロナの時期にが過ぎてちょっと避難所の自分のたちのスペースも広く確保しようみたいな流れにはなってるけど、そんなにガバッと広げられる場所あるかなっていうのが今思ったとこです。なんか最近やとミニマリストって流行ってるじゃないですか、すんごいコンパクトなスーツケース、僕私はこれしか持ち出しませんよみたいな、ああいうスタイルだったらまだいいかもしれないですね。そうですね、でもミニマリストさんもそのなんだろう、せめて最低限の生活っていうかね、できるような備えはしててほしいなと思ってて、はいはいはい、ね、そうそうそう、極限ですからね。まあ、スーツケースでもいいけど、ちょっと広げられるサイズやったり、うん、上パカッと開くサイズ、そうですね、あとはもうどうやって避難するかっていうイメージをしてるかです、まあ、車に乗せてくっていうんだったら全然そうですね、いいかなと思うんですけど、まあ、車使えないときにそれを引っ張りながら持っていけるのかとかっていうのも考えつつ、はい、一番は両手が開くリュックがおすすめです。わかりました。じゃあ最後に、避難所で NG なことって何ですか。 NG なこと、まあ、なんか多分たくさんあると思うんですけど、はい、とりあえず気をつけてほしいのは匂いとか、あとは音の大きさ、やっぱ自分じゃなかなか気づかない生活音ってあると思うんですけど、最初の頃はね、多分 2,3 日やったらみんな我慢できるんですけど、だんだんとその長くこう長期的な避難生活になってしまったら、そこがやっぱり気になるかなっていう風にはなると思うので、まあ基本的に優しさと気遣いと、まあ相手への配慮というかね、そういうものをしていけばいい避難所になるんじゃないかなって思います。だんだん避難所生活が長期化するとやっぱピリピリするって意外とよく言いますもん。めっちゃすさんできますよ。人間が見えてくるみたいな。ああ、そういう意味ではこう長くなるほど NG が増えるかもしれないです、うんうん、そうですね、最初は子どもの笑い声も笑って許せてたのが許せなくなったりだとか、はい、なんかそういう本当些細なところ、なんでも、もうラブ&ピースで優しさと、ね、はい、愛を持って過ごしてほしいなと思います、はい。
今回は質問全部で9つ五十嵐さんに答えていただきました。今後も、YouTube、TikTok、 このラジオの方でもぜひぜひ僕と五十嵐さんのインスタの方のね、DM でもいいのでぜひコメント質問お待ちしております。その他に防災ミニプラスの YouTube でもこの番組の過去の音源や子連れ防災、ペット防災などのコンテンツがアップされているので覗いてみてください。それでは防災ソング思いをつないでを聞きながらお別れです。お相手は杉山修斗、五十嵐ひろこでした。